昔ね、札幌に住んでた頃に、えー、乗ってた TE27 のレビンがあるんですね。持ってた,、ま、た。たまたま本当に短期間で持ってたんですけど、それを、写真をね、友達と一緒に、まあ、その頃の友達、コロナの 20GT 0 0に乗ってるのが2人いて、その2人の,そのコロナと俺の,そのレビン等を3台並べて写真を写したら、 俺の後ろにあった自分の車であるそのレヴィンの屋根、ルーフね、屋根が、トップが、ボコン、ベコンボコン、ボコンってなってるんで、映ったことがあるの。で、あれ、なんだよ、これ、まあその頃ろ、かみだったからね、それ見ながら、あれなんだよ、これって、お前、俺の車、ボコボコなってんじゃねえかよって、みんなで言ってお、でもさ、これってどう見たってリアルじゃねえ、すっげえ、本当にボコボコになって、光の陰影までなんか、ボコ、ぺコぺコってなってるよね、そうだよなって言ってたの。 そしたらね、その、えーお、同じ、その、冬の時期だったの,の写真撮ったのは。同じ、その、シーズンの、おそらくだからそんなに後じゃないと思うんだよね。おめ、ね、ちょっと俺、詳しく、今これ思い出した話なんであれなんだけど、多分近いところだったと思うんだわ。俺が動車を置いてたところの上から、えー、こんな暑い、その屋根のこ、 雪だよねでもそのもう春先とかになると屋根に積もっている雪の半分ぐらいが氷になるのさそいつがねまともにボコンと落ちてしかもそれが止めてある間にボコンボコンと落ちたんじゃなくて俺がそこについて車から降りた途端にボコンボコンボコンボンと落ちてきて潰れちゃったことがあった。